アウトバーン1は、ドイツの高速道路の一路線である、シュレースビヒホルシュタイン州、オルデンブルクインホルシュタインからザールブリュッケンまで伸び、730km の距離があるが、ケルンとトリギアの間が未完成である。北端は、オルデンブルクから、フェーマルン等の端に位置する、プットガルテンまで続く、B207 に接続し、プットガルテンからはフェリーで、デンマークのロービューへ接続する。 ブレーメン南西部、オスナブリュック方面ハンブルクの北の部分は、ボーゲルフラグリニーの一部であり、デンマークのコペンハーゲンまで橋によって接続する計画がある。ハンサラニーは、リューベックからルール地方の南までの部分を指している。アウトバーンは、双方向ともに、または三車線である。渋滞は、ハンブルクの周りでよく発生し、連休時のハンブルクとミュンスター間。 また道路工事のためにドルトムントとトケルンの間、特にケルンの周りで発生する。ラッシュアワー時には、ケルン周辺の区間がひどく混雑し100-000から120-000台。特に南行きの車線は102と104の出口の間があり、車線しかないため渋滞が激しい。2006FIFA ワールドカップ開催に合わせて、102と103の出口の間に仮設の 第三車線が加えられたが、狭い三車線であるために制限速度は時速 80km とされている。レーバー空前 JCT からケルン西 JCT までの区間は、ケルン間上アウトバーンの一区間をなす。カーメンのジャンクション A1 と A2 の計画は1920年代に始まった。A1 と A2 県のジャンクションは百三十七年に開設され、ドイツにおける 最初のクローバー型ジャンクションの一つであった。ハンブルクの南端周辺の A1 は、エルベ川を渡る橋を含めて1962年に開設された。このバイパスは、都市の両側に存在するアウトバーンの季節区間を接続した。ブッパータールランスドーフのブロンバーキ、川付近の区間。三車線の拡張が行われた。ダウンの建設中の橋 A1 は、 北のハイリゲンハーフェンに向けて延伸中であり、2008年の開通が予定されている。さらに計画によれば、プットガルテンまで AA1 を延伸する可能性があり、ことによるとフェーマルンベルトを渡る橋を通過して、デンマークの領地をコペンハーゲンまで接続されるかもしれない。ケルンの南の未完成区間のすぐ南には、AA48 とのアイフェルカザンインターチェンジが九百七十年代に、 建設された未完成区域を完成させるための計画もあるが、完成までは2つの路線間の通過交通は A48、A61、A および様々な地方道を使用している。ありがとうございます。